久遠の昔、世界に四つの希望が現れた。人は希望へと集い、四つのペリシティリウムを築く。ペリシティリウム、それは人々の信仰と秩序、そして歩むべき四つの道。一つはスザック、心をかける炎の翼。一つは白虎、地を抱きし鋼の貝の。一つは僧侶、空を渡る汚れなき瞳。一つは玄武、刃を秘める堅牢な盾。そして九と九が九を迎える時、根源なる意志、世界にフィニスを与え、世界の名はオリエンス。それは螺旋の内をめぐるアギと待つ世界。黒き暗黒の時代を切り開き、我らは希望の道を歩み出さんとしている。時は来た。さあ、新たな時代の幕開けだ。ペリシティリウム白虎を擁するミリテス公国は、隣国であるスザク領ルブルムへの侵攻を開始する。宣戦布告と同時に国境付近へ集結していた公国軍はルブルム各地に進軍を開始。同時刻、別動隊によるペリシティリウムスザクへの奇襲を敢行。その部隊には武士が含まれていた。武士を用いた国土侵略行為、これはオリエンス4カ国が定めたパクスコーデックに対する重大な規約違反である。魔導アーマーを主戦力とする公国軍に対し、ペリシティリウムスザクは魔法を持ってこれに応戦。その魔法によって呼び出される召喚獣の圧倒的な力は戦艦をも凌駕し、公国軍の奇襲は失敗するかに見えた。しかし白虎ルシ君美率いる特殊部隊がスザクの攻撃をかいくぐり、新兵器クリスタルジャマーを発動。スザククリスタルの完全な無効化に成功する。魔力の源を断たれたスザク軍は戦力の大半を失い、なすすべもなく制圧されていった。公国元帥シド・オールスタインはスザク174代院長カリア・シバル6世に対し、スザク全軍の武装解除およびクリスタルの引き渡しを要求。クリスタルの加護を失った帰国に選択の余地はないな。猶予は6時間。要求が飲まれる場合、我が軍の殲滅作戦により多くの血が流れ、スザクはその名のごとく赤く染まるだろう。彼らにクリスタルの加護あれ。
9と9は9を迎えし時、四季なる底脈動せし、そして始まりの風が切れし時、イカズチのごとき小雨が響かん。我ら来たれに。はい、ということで、いやーオープニング見入ってしまいました。皆様こんにちは、ムーンと申します。で、今回よりですね、ファイナルファンタジー零式 PS4 版ですね、こちらの実況をやっていこうと思います。もともとは PSP で登場したやつなんだっけ。そうで、この PS4 で、リマスターというかリメイクがされております。もう結構前に発売されたみたいなんですけれどもね。はい、それでね、なんでこちら、なんか数多くあるファイナルファンタジーの中でなんでこちらを選んだかと言いますと、ちょっと YouTube でですね、FF のエンディング集っていう動画を見てしまいまして、その中で一番引き付けられたのがこの零式のエンディングだったんですね。なので最後はね、まあ、知ってると言っちゃ知ってるんだけど、なんでこんなエンディングになったのかっていうのを知りたくって今回実況を始めてみました。はい、冒頭のムービーで出てきたけど、4つの国、青龍、白虎、朱雀、玄武の戦争の物語みたいですね。で、それプラスちょっと学園要素があるみたいで、 FF の中でも珍しいですよね。結構面白い世界観だなと思ってやっていこうと思います。ということで、いくぞ。ちょっと待って、よしよしよし、ムービーまた始まっちゃった。じゃあ早速やっていきましょう。よし、じゃあ新規でいいね。ゲームの難易度、何これ。初めてゲームをプレイする方は普通をおすすめします。じゃあ普通にしよう。中級者向け、まあ、初めてだから、そうだね、簡単すぎても面白くないしね。中級でやっていきます。彼らは自らの運命を自分たちで決めた。そう、死ぬことを恐れずに、死に直面する恐怖を知らずに。第1章、海戦運命の3時間。チャプター形式なんだ。午前10時51分。細かい時間細かい。戦争がベースということもあって、常に血が流れてるっていう。ポイントは、まっ、さっきか。主人公たちが言うのは、朱雀ってところで一番最初、敗戦国になった国の子たちが主人公ですね。赤いマントの若い兵を見なかったか。見てない、見てない。あんたは。俺も。うお、いたぞ。殺せ。なんだ。うっ、チョコボじゃん。結構むごいな。血を浴びて赤くなってるような。黄色だよね、チョコボって。チチリ、なんか刺さってるように見えるんだけど、そんなことない。
よし、まだエースにこれを。こんな可愛いチョコボちゃんが血にまみれるなんて見たくなかったけど、これが現実。死にそうなんですけど、あれ、11時37分。さっきの時間よりも30分以上過ぎた時ですね。チチリ、チョコボちゃん、あ、ちょ、向かってきてるけど。リアル。MP も残ってませんと。僕はここだ。まあでもこのムービーで泣きそうなんだけど。イーサマ、もう無理ですね。わかってる。このエースって子が主人公みたいだね。ありがとうな。チチリ、少し休もう。お前の名前やっぱり変だよ。いや、かわいい。かわいい。いやー、マキナの名付けは分かんないな。11時39分。俺もお前も2分後ですね。死ぬのかな、マキナ。元気でな。レム、一度会いたいな。父、お前が一緒でよかった。やだ。
11時41分さらに2分後亡くなったのか。もう最初からボロ泣きしたんだけど。こんな若いのにさ。オープニングです。なんかさ若い子たちがさなんか死に急いでるっていうか生き急いでるというかさそういうの見るとマジで泣いちゃうんだよ。なんかさこんな若い子たちが頑張ってるあれ大人たちは何やってんだみたいなね。でも今日はなんかムービーとオープニングで終わっちゃいそうなんですけど。このエースくんって子なのかな。確かディスクに書かれてたイラストが彼だったの でそれプラスその彼が所属するゼロ組レイ組の生徒たちが主人公みたいです。オープニングだけでかなり考えさせられる内容でしたね。こうなんか戦争の描写もすごい生々しくってね。FF なので魔法とかも普通に出てくるんですけれども、あんまりおふざけモードで実況はできないかな。いや泣いちゃう。よし、これでなんかようやく動かせそう。あまだ動かせない。開始。生命の腕輪を装備しました。装備している間常にディレイズ状態になります。お、操作チュートリアルを表示しますか。お願いします。全然わかんないや。移動とカメラ操作、 L スティックで移動で R でカメラ操作、 R 推理で操作キャラクターの背後にカメラが移動します。お、そういうことね。こちらクラスゼロ、私は彼が気になる。ゴムは無事届いたようだな。あ、なんかガールドこれなんかアクション要素があるんだこれ。へえ、デッキオープンってなんだこれ。スザククリスタルを封じている。スザククリスタル、広告の邪魔を捜索、破壊してほしい。了解した。はい、デッキオープンって何これ。あ、なんかカードが出てきてる。お、ブリザードボム、ウォール。おお、なんかかっこいいんだけど、門の奥に進みエレベーター広場へ向かうクポってなってるんだけど、行ってみよう。一つ一つ破壊していくクポ。基本的な攻撃コード、四角を押すと武器を取り出して攻撃を行います。武器を構えていない状態で攻撃すると大ダメージを受けてしまいます。はい、あ、こいつか。おう、よいしょよいしょ。
お、なるほどね。ファントムの入手、倒した敵からファントムが入手できます。 R1 を押すと倒した敵をロックオンします。ロックオン中に近く押すとファントムを回収できます。ファントム回収時に MP を回復することができます。魔法を使用するに MP が必要となりますので、ファントムを回収して MP を回復しましょう。へえ、すごい。じゃあ R1 を押して、その間に R1 を押して、あ、ちょっとこうして、あ、こういうことか。おお、分かったぞ。エナジーウォール、進路を阻んでいるエナジーウォールは画面右上のレーダー上で点滅しているアイコンの敵を倒す、リーダーを倒す、もしくはファントムを回収するなど一定の条件を満たすことで解除されます。なるほど、敵がいるね。ロックオンとロックオン切り替え、 R1 でロックオンのオンオフを切り替えることができます。ロックオン中はターゲットに視点が固定されます。 R スティックの下で最も近い敵なのはこうやってでしょ、ロックオン。なるほどね、 R スティックの上で最も近い死亡した敵やスイッチなど攻撃できないものはロックオン。へえ、移動せずにじっとしてると自動的に回復。なるほど、 OK。 R3 でロックオンするな。やばい、ダメージ受けてる。お、 OK、 あともう一匹。よいしょ、 OK。 お、レベルアップでファントマを取って、こういうことか。あ、敵消えちゃった、ガーン。なるほどね、キャラチェンジ。お、十字キーで操作キャラクターをチェンジすることができます。状況で操作キャラクターを切り替えることでバトルを有利に進めることができます。アビリティ発動時に必要なアビリティゲージを消費する。あ、そうなんだ。キルサイトとブレイクサイト、 R1 にロックオン中に敵が攻撃耐性が入るなどして隙ができるとマークが表示されます。敵を即死、出現の瞬間に攻撃を与えることで敵を即死。怖っ、すげえ。黄色いマークはブレイクサイトです。ブレイクサイトは即死させることはできませんが大きなダメージを与えることができます。へえ、あ、いる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 。なんて魔法。オッケー、封じてるはずだ。よいしょ、お、いいね、エース君使いやすいな。ちょちょ、よいしょ、おい、あ、ちょちょ、ちょっと待って、あれ R1 を押して、あ、これか。おお、めっちゃのピースで取った、やった。リーダーバトル、組織化された敵部隊にはリーダーがいることがあり、リーダーの頭上にはマークが表示されています。リーダーを倒すと即座に戦闘終了となります。いた、よしよしよしよ。キャラクターによってあれかな、あ、クイーン9、ちょっとほら変えてみようか。おお、このお槍だ。お、あ、勝った。リーダーが倒された場合残った部隊は逃走を開始します。逃走中の敵兵は常にキルサイト状態となります。また一定時間経過しても逃走できなかった敵は降伏します。降伏した敵に近づいて丸を押すことでアイテムを、なるほどね、回復魔法陣。ほう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 、ここで回復するのか。ちょっと待って、どこだどこだ、降伏しようとしている兵は。あ、この先でいいのかな、追かけるか。あ、よいしょ。へえ、魔法炎症、魔法が設定されたボタンを押しっぱなしにすると魔法の炎症が始まります。一定時間ボタンを押し続けてから離すと魔法が発動します。炎症完了までにかかる時間は魔法によって異なります。また魔法の種類とキャラクターの魔力によっては炎症し続けることで強力な上位魔法に変化します。あ、これがあれか、ブリザードボムとかそういうやつね。へぇー、
か。ちょっとナイン組んで先せこう。よいしょ。いで倒した敵はロックオン中に R の上で優先的にロックオン。スザクの命運は諸君らにかかっている。アビリティとアビリティゲージ、アビリティが設定されたボタンを押すことで使用できます。どんなアビリティはアビリティゲージを消費して発動します。これ覚えること多いな。なるほど、まあ、必殺技みたいなもんですかね。よしよし、あ、たくさんいるたくさんいるたくさんいる。おい、で会社の仕方がよくわかんないんだけど。よいしょ、お、終わった。よし MP 吸収したぞ。戦闘方法が複雑だと難しいですね。うわ、なんだこれ、なんだりゃ、なんだりゃ、おー、なんだこれ。じゃねえよ、何あれ、なんかボスか。ぶっ倒せ、任せてくれ。じゃあ S 君に変えよう。どこを狙えばいいんだ。ケアルを使用した。上か、あ、いけないね。なんだあれ、ウォールじゃなくってあれかな。判別ほどブリザードボム、いや無理だな。あ、こっちから上に行けない、無理。逃げたのか。あ、逃げた。え、何だったのでしょう。底上げできなかったもんね。謎や。あ、これ戦闘めっちゃ慌てる。下の方でなんか騒ぎ声がするんですけど、じゃあ今回はね、ここで終わりにしておこうかな。いやー、ちょっとね、最初のムービーからやばかった、マジで。累戦崩壊しかけました。はい、ということでね、ちょっと今まで明るいゲームが多かったんですけれども、今回からねこちらちょっと暗いわけでもないけど、いろいろね考えさせられるような内容の FF 形式やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと戦闘慌てちゃうからね、なんかこれは優先的に使った方がいいよっていうのあったらぜひ教えてください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。